心臓にこう来ますよね。ユウ選手は右のハイキックでダウン取って、ですね、はい、まあ、その後また左ミドル、左の膝ってどんどんうまく攻撃散らして攻めていったんですけど、やっぱりパンチ打ち合いになるとやっぱフックアッパー、ああいう、こう回転の速いパンチはシャファーの方が上ですね。はい、あのガードもどうしても左が下がりますね。はい、竹島会長、そして寺戸選手、セコンド陣からの声はちゃんと聞けてはいるので、そんなにダメじゃないと思うんですけど、はい、うんうんとうなずいています。やっぱりマウスピースが2回吹っ飛んだシーンをちょっと驚きましたね。はい、そうですね、セコンドアウト。ただポイントとしては多分これイーブンぐらいだと思うので、はい、まあ、3ラウンドが勝負ですよ。とにかく3ラウンドしかありません。延長1ラウンドはちょっとこれ視界に入らないかもしれません ね、 ですね。2人ともこのラウンドで倒すつもりだと思いますよ、ね。はい、完全にトップギアに入っています。第1ラウンドからもうそうです。さあ、ゆうやに対して中村さん、はい、こうなってくると期待したいことは何ですか。やっぱり KO じゃないですか。 KO、はい、倒してもらいたい、はい、このリングだからこそですよ ね、 そうですね。クラッシュの舞台、自分がキャリアを積んできたリング、後楽園ホール、山本裕也の思い、いや、それを乗り越えて踏み台にしてやるんだというシャファーの思い。シャファーもいいですね、根性あって。そうですね、はい、見せてくれます、はい、あ、ハイキックからパンチのランダー、フローも行きますか。行きますね。どうですかこのラウンド、これどちらの距離になってるんですか。ちょっとやっぱりユア選手の方が押し込んでますね。もう手数そのまま押し切ってどんどんシャファーを下がらせてるんで、若干ユア選手の方が攻めがいいと思いますね。そしてさらに近くなってこのパンチアッパーから膝もあります。ここは出ないか出せないか、相手のパンチを見てからワンツー。徐々にやっぱユア選手のパンチの方が立ってきてるんじゃないですかね。顔面を捉えている右フック、そしてアッパー、左ミドル。そうですね、はい、これが合わせることができれば左ミドル、さらにバックスピンキック、空手時代から培った蹴り技、これはユウヤの方が上ですね。今右効きましたね。右だ、追撃、崩れてダウン、シャファー。いや、なんとか立ち続けたんですけど、やっぱ最後効いちゃいましたね、右ストレート。だいぶ目の下も腫れ上がっています。右ハイキック、左膝。いやー、あの同門の石川直樹を彷彿させるかのような追撃の膝。山本裕也、鮮やかすぎる KO 勝利です。アメリカの強豪スコット・シャファーを3ラウンド KO。 これはすごい試合でしたね。すごかったですね。技術的にはもしかしたらその悪いところもあったのかもしれないですけど、これだけこう会場を沸かせて最後しっかり倒して勝つっていう、このプロとしての試合というかメインイベントとしての試合というか、いや本当に熱くなる試合でしたね。はい、いやもうこれ観衆はもうほとんど立ち上がってスタンディングオベーションのようにもなりましたしね。